実は一曲目は月明かりという曲を天下になりますので、ぜひということだったので、じゃあ今日は原始もともとの詩の方でやってみようかと。月明かりってその歌詞がいろいろ変わってるみたいですよね。いろんなバージョンがあると聞いてたんやけど、いかにけな、はい、はい、その最初の歌詞ですね。はい、よろしくお願いします。
でしょう。私が選びました。本当にすいません。なんか本番になるといつも間違えないところで間違えてですね、気持ちを聞いているのですいません。わからんわからん、誰もわからん。言わんでるな。はい、次。縁の深いことから村下さんのファンの方もたくさん、時計置き時計という喫茶を経営されていらっしゃるんですが、おいでになるそうです。ケイラさんも、佐田雅子さんもちなみにそちらの方まで行かれたことがあるということで、ルカさんのレパートリーはなんと1000曲ほどあるんだそうです。その中にももちろん村下幸三さんの曲もたくさんあります。それではこれよりキュートなルックスと天まで届きそうな美声のひとときを皆さんにお楽しみいただきたいと思います。また今日はギターの村下北蔵さんと一緒にですね演奏をしていただきます。それではルカさんよろしくお願いします。皆様大きな拍手をお送りください。北蔵です。眉毛は豊かです。広島から行ってまいりました。ですよ。29。ここの広島のルカ君のお店にちょっと一回遊びに行ったことありますけどね、25歳の時かな、25歳でお店作って、よくね、すごいね。あの広島球場の目の前ですよ。あの一等地に新球場2009年から来てました。流れがそうこっちに来るかなと思ってそこにしたんですけど、開発が遅れてました。それはいいんですけど、今日は一曲目は月明かりという曲を天下になりました。ぜひということだったので、じゃあ今日は原始もともとの詩の方でやってみようかと。その歌詞がいろいろ変わってるみたいですよね。いろ、はい、んなバージョンがあると聞いてたんやけど、その最初の歌詞ですね。はい、よろしくお願いします。まあ、今日ね初めて会わせたんですけどね、一回だけ話しました。今日3回目になります。編集から失敗したら電話しますから。行きます。